食後にお腹が出やすい、いつもお腹が張ってる、お腹周りが気になるよって方は3分だけ一緒にやってみましょう。お腹引っ込めるだけ。手をお腹に当ててできるだけ息を長く吐いてお腹へこませましょう。胸を張って息を長く吐きます。お腹をどんどんへこませてください。体は上に引き伸ばす感じでお腹を引っ込めます。手を横についたら体を横に動かしましょう。呼吸はさっきと一緒です。お腹を引っ込めながらお腹の横を伸ばしていきましょう。手を組んだら前に伸ばしたら上に上げます。息長く吐いてお腹引っ込めたまま背伸び。お腹引っ込めて背伸び。手を腰に当てて体を振りましょう。刻みに動いて体幹部を使いましょう。体を上に引っ張りながらお腹を引っ込めるとよく効きますよ。お腹を引っ込めたままで手を振りましょう。お腹どんどん引っ込めて手を伸ばして、かがんだら伸びる。引っ込めたお腹を伸ばす。息吐きながら伸ばす。引っ込めたら伸ばす。引っ込めたら伸ばす。息吐いたら伸ばす。毎日3分でお腹周りが鍛えられて、腹筋よりも簡単なのに引っ込める効果すごいあります。やってみた人はコメントで感想を教えてください。継続してやる人は何日目丸変化などをコメントでシェアしてください。